ンナコッタ・フーゴはネアポリス郊外に広大な土地を持つ裕福な家の生まれである。何不自由ない恵まれた環境に加え IQ152 という生まれついての高い知能、その人生は一点の陰りもないかのように思われた。しかし両親や周囲の人間からかけられた期待の大きさは、両親や周囲の人間からかけられた期待の大きさは幼いフーゴの心をゆっくりと押しつぶしていたのである。